こんばんは、ザランページです。今夜のテーマが最近ヒヤッとしたことということで、僕がヒヤッとしたところは、現金のみの蕎麦屋さんで、食べてる途中に現金のみですよっていう張り紙を見つけた時でした。奇跡的にペイペイだけあった。はい、藤原いつきです。最近ドラマの共演者の方から僕のこの辺を向いて、いつきっておばちゃんの幽霊見えたことあるって聞かれた時、怖え。岩井翔吾です。僕は年始の方にですね、仕事の現場に、鍵とかもう財布とか全部入ったカバンをそのまま忘れてしまいまして、ですね、家に着いた瞬間にそのカバンの存在を思い出したことがヒヤッとしました。はい、パフォーマーの長谷川誠です。おとといの夢で、あのメンバーの鈴木高秀、同い年の高秀と、もうグループ生命に関わるぐらいのもう殴り合いの喧嘩寸前の夢を見て夢を見てパッて起きたら夢で、ヒヤッとしたけどちょっと安心しました。はい、竹下一成です。朝起きて歯に違和感があったので鏡を見た時に、あの親知らずが生えてきたことです。うわ最悪、はい、痛いです。はい、パフォーマーの後藤拓磨です。ちゃん、ちょうど昨日リハーサルが終わって帰る時のこの車で鍵がないことに気づいてしまって、マジかよ、めちゃくちゃヒヤッとしました。結局行きでそのあの鍵を落としてて見つかったので良かったです。拓ちゃん、拓ちゃん、はい、どうも、浦川翔平です。先日ですね、深夜にゲームをしながらチューイングキャンデーを食べてたんですが、歯に引っかかり、差し歯が取れました。言うなよ、あんまり。はい、吉野北です。ヒヤッとしたことは先月の電気代が、いくら言ったんだよね、何高そうだな。はい、鈴木高秀です。ヒヤッとしたことは、舞台の本番中にセリフが飛んだことです。うわ、マジでヒヤッとした。これヒヤッとする。そうね、ジンです。3日前ぐらいに切ったはずやのにもう爪生えてきてた時にカルシウム取りすぎやなみたいな。それはヒヤッとする。わかるわ。そんなしか話してない。はい、さあ、岩波ねるいです。自分がちょっとヒヤッとしたのは、最近自炊をするんですけれども、鍋を作ってる時、火のすぐそばに飼ってる雷キが来て、ちょっとこう、あれ、なんか焦げ臭っ、汗。今でしょ、今がヒヤッ。はい、パフォーマーのリュウです。最近ヒヤッとしたことは、1週間前に人生初の金縛りに会えまして、もう疲れちゃった、汗汗って感じ。確かに汗。はい、パフォーマーの力也です。先ほどですね、白い衣装なんですけど漢方をぶちまけてしまって、あの衣装を使えなくなりそうでした。汗汗。神谷健太です。最近ありがたいことに仕事よくあるんでヘアセットするじゃないですか、皆さんで。お風呂入った時にシャンプーとリンスがちょうど切れてたのを気づいてヒヤッとしました。だから取れなくなっちゃった。おお、川村一馬です。最近ヒヤッとしたことは、2日前に、出発の、6分前に起きたことです。はい、ボーカルのリクです。最近ヒヤッとしたことはですね、舞台の、役作りのためにちょっと体絞ってたんですけど、ラーメンを真夜中に大量に食べてしまうという夢を見て、ヒヤッとしました。皆さん見てください。